えー、こんにちは、マククテクノロジー研究所の松田です今回のですね、えー、パソコン黎明期の回顧録、えー、タイトルですけれども、えー「スティーブ・ジョブズの成長過程に大きな影響を与えたフィクサーを再評価しよう」ね。ね、えー 158回目ですけどね、今回でね、えー、この黎明期、タイトルはスティーブ・ジョーズの成長過程に大きな影響を与えたピクサーを再評価しようはい、というね、タイトルでお話をしてみたいと思います。えー、まあね、いまだに、どうでしょうね、まあ、あの古いマックユーザーにとってはね、 スティーブ・ジョブズといえばアップルですしアップルといえばスティーブ・ジョブズ、ね、という印象は大変強いわけです、まあ、彼はアップルの創業者の一人だったし一度はアップルから離れたもののね奇跡とも思える復職を果たしただけでなく、まあ、当時いつ倒産してもおかしくないほどのアップルを世界一の企業に立て直しましたね しかしね、えー、ジョブズの人間形成に大きな影響を与えたのは、えー、アップルよりピクサーの方かもしれません。というお話なんですね。えー、マッキントッシュはもちろんのこと、ね、スティーブ・ジョブズはアップル復帰後に、ね、iPod、iPhone、そして iPad と、ね、やつぎ早に私たちの生活を変えてしまう。 えー、プロダクトを世に送り出しました、えーまあ我々にしてもねアップルといえば、えー、繰り返しますけれどもスティーブ・ジョブズだしスティーブ・ジョブズ自身にとってアップルという会社はねどうでしょうやはりね人生の全てであったかのように思われますまあ実際にねそうだったのかもしれないもののね、えー、彼がえー アップルと同時に関わったもう一つの企業、ね、ピクサーアニメーションスタジオ。この会社がですね、スティーブ・ジョブズのを、まあ、大きく育てたこと。これも事実のようなんで、えー、この点にね、今回はちょっと焦点を当ててみたいと思うわけです。えーまあ えー、少し前になりますけどもねこのピクサーについての本をね2冊ですかね読みました1冊はデイビッド・エプライス長「メイキング・オブ・ピクサー」「想像力を作った人々」これは早川書房から出てますねそれからもう1冊はね江戸、えー・キャットムル著ピクサー流想像する力」「小さな可能性から大きな価値を生み出す方法」 というえー本ですね、えー、まあ、えー、2009年初版、えー、ですかね、えー、ですからまあまあどうでしょういまだにちょっとお読みになっている方もいるかもしれませんでねえー、試験でありますけれども特にねえー、江戸キャットムルの クサ流創造する力というねこの本、えー、名著として記憶されるかもしれないと思っています。長い間アップルの製品をね愛用し続けアップルのデベロッパーとしてねソフトウェア開発会社をね起業した関係で1996年末。 アップルに復帰したスティーブ・ジョーズという男をね嫌、えー、をなしに意識せざる,せざるをえなくなったわけなんですがね特に最初の iMac をリリースしてからの活躍は凄まじく新種のアップルを立ち直らせ,と立ち直らせた男がまあ目立たないというわけにはいきませんよね。 まあその必然的にアップルとジョブズの動向を追うことになりましたけれども、まあ、アップルはと,、えー、ともかくねスティーブ・ジョブズという人物はね時に最低の男として語られましたし事実そうした雰囲気をね人の前で見せつけたこともね多々、えー、あります <laughs> まあしたがってね その業績とは裏腹にではありますができることなら直接付き合いたくない人物と私はそう考えていました、うん、まあしかしねこのピクサー流想像する力でね著者のエド・キャットムルはね、まあ、我々が持ち続けてきたスティーブ・ジョブズという男の印象とは違う一面をね紹介しているのを見ればねジョブズという男はねまだまだ 不可思議な側面を、えー、持ってうん研究に値する偉人だと思いましたし後年の、ね、スティーブ・ジョブズをスティーブ・ジョブズたらしめたのはピクサーに関わったからではないかということに改めて、ま、気が付いた思いをしたわけです。スティーブ・ブジョブズがね ピクサーのオーナーになり、いかに多くのことを学び、経営者として、そして一人の人間としてね、成長したかについて、まあ、我々はどうでしょう、もっと認識を改めなければならないのではないかと、まあ思うわけですね。えー、ところで、ご承知の方はほとんどだと思いますけども、ピクサーの前身は1979年に、 えー、ジョージ・ルーカスジョージ・ョーールカスが率いるルーカスフィルム社がねニューヨーク工科大学からエド・キャット・ムルを雇用し創立したコンピューターアニメーション部門でしたその後1986年当時アップルを退社したスティーブ・ジョブズがねアラン・ケイらに勧められて1000万ドルで買収しピクサーと名付けましたまあその後 紆余、えー、曲折があったものの2006年にはディズニーに売却しピクサーはディズニーの完全子会社になったわけですね結果ジョーズはディズニーの個人筆頭株主になり同時に役員にも就任しましたまたキャットムルはねピクサーアニメーションスタジオ社長およびウォルト・ディズニー・アニメーションスタジオ社長そしてラセターは 同社チーフクリエイティブオフサーとなりました、えー、そのねピクサーでスティーブ・ジョブズと、ね、ずっと一緒に仕事をしてきた江戸キャット・ムル、えー、彼は自身ねピクサー流「想像する力」の本の中でねスティーブ・ジョブズについて興味深く多くのことを述べています。 まあ彼はねジョブズがピクサーに変わったその数十年の間、えー、ジョブズは大きく変わったと証言しています彼はね二つの劇的な企業を成功に導く実践経営を身につけただけでなくイノベーションに対するこだわりはねますますねえー 強いものになっていったものの、人にご利用しするのをどこでやめるか、あるいは相手を追い込みすぎないようにする加減をね、身につけ、公正で懸命になり、パートナーシップに対する理解を深めたと言います。そして、己を知った思いやりのあるリーダーになっていったと。そうね、 えー、キャットムルはね言ってるんですね。うーんまあ、そうした変化の要因はね、まあ、ローレン・パウエルとの結婚と、まあえー、自分の愛する子供たちに依存するということがね大きいとしながらもエド・江戸キャットムルはねピクサーがその一端を担ったんだと思っていると断言しています。 というわけでね、ここでは2つの事例を取り上げて、ピクサーがアップルへのというより、スティーブ・ジョブズに強い影響を与えたであろうことをね、ちょっと考察してみたいと思います。さて、まず1つ目の検証ですけれども、2008年の秋以降、ウ、え、ォール・ストリート・ジャーナルやワイヤードの記事などでね、 えー、アップルユニバーシティが開校されるというニュースが大きな話題となりました、えー、これは当然のことながらスティーブ・ジョブズの、ね、希望で立ち上げることになったプロジェクトだったそうですが統括責任者としてね当時イェール経営大学院の学部長を務めていたジョエル、えー・ポロニーっいうんですかね いやポ,ドロポ,ドポドルニーっていうのかなごめんなさい死を採用したと報道されました無論その役割はねアップルが培っていた DNA を継承させるために違いありませんけれども興味深いことはねこのアップルユニバーシティというねトレ,トレーニングプログラム1996年から開校されたピクサーにおけるね ピクサー・ユニバーシティというね、類似のプログラム,プログラムにね、乗、えー、っ取ったものであることは明白だとい言われています。ピクサーでその高用を眼前にしたスティーブ・ジョブズがね、アップルでも実践したいと考えたに違いありません。そのね、えー、アップル・ユニバーシティ、 えー、当初そういう企画を聞かされた我々はねスティーブ・ジョブズのユニークな発想に思いをはせたわけですが、えー、その、ね、源流はねピクサーにあったわけです二つ目ですけどね、えー、スティーブ・ジョブズは2001年や2010年の基調講演で我々アップルのことですね 我々はリベラルアートとテクノロジーの接点に立つ企業であると発言しています。我々はリベラルアートとテクノロジーの接点に立つ企業である。特にね、2010年1月の基調講演でね、ジョブズはね、アップルが最も多くの先端技術を屈指し、信じがたいほどの魅惑的な価格で革,革,革命的な デバイスを開発し続けることが可能なのはまさしくアップルがリベラルアートとテクノロジーの接点に立つ企業だからと力説しましたまあね、このリベラルアートとテクノロジーの融合といったね概念はどうでしょうかね、えー、分かりづらいっちゃ分かりづらいですね えー、しかしねこれまたねこのことはピクサーで学んだことのように思えます、えー。なぜならば「ピクサー流創造する力」という本の中でねエド・キャットムルはこう言います。えー、第10章「視野を広げる」というね、えー、その4番目にね「テクノロジーとアートの融合」という項目がありまして。 ピクサーのすべてはアーティストからの要求とプログラマーの提案によって実現したことだとしまして両者の、まあ、キャッチボールはね技術と芸術の融合の場だったとした上でねだからこそイノベーションの推進力は外からではなく内から生まれたんだという書いています、えー、しかしなぜ、ね、彼ら ね、エドやスティーブのことですけれども、えー、彼らはテクノロジーとアートの融合といったことにねこだわるんでしょうかね。当初私の頭の中でねアップルというコンピューターメーカーとリベラルアートとテクノロジーの接点といったねうい文句これがねスムーズにまにはマッチング <laughs> 正直言ってしませんでした。 何か突飛でもない難しいというかきれい事を持ち出してきたなと正直ねちょっと感じていた時期もあったんですが、えー、別ッねデイビッド・ A ・プライス長「メイキング・オブ・ピクサー」「想像力を作った人々」を読んでねちょっとね理解できたように思います。スティーーーブ・ブジョブズがねオーナーになり クサーと名付けられる以前前の持ち主はね前期した通りジョージ・ルーカスでしたが彼がグラフィックスグループに作らせた作らせたかったのはね映画制作用のツールでありコンピューターアニメーションではなかったと言われていますそもそも映画というメディアはねメディアは今更メディアはね今から1世紀ほど前くし,くしくもスタンフォード大学の 建設が予定されていたベイエリアの私有地であったパロアルトで誕生したものでもあるそうですね。ここでねジョン・アイザックスという技術者が、えー、写真家のエドワード・マイブリッジ、はいえー、写真の、ね、歴史を遡りますとね必ずこのマイブリッジの、ね、名前が出てきますけどね。マイブリッジ からの依頼を受けまして1972年頃から10代から30代ほどのカメラをずらりと並べた場所にね馬を走らせ写真を撮る実験を行いましたそれはね馬がねギャロップする時四つ足ですねすなわちひめが一度に地面を四つ足全部がですね地面を離れる瞬間が あるかどうかというね、ことが長年の論争になってたそうですよ。面白いですね。えー、そうした論争にね、決着をつけるためだったそうです、えー。これによりね、連続写真撮影が実現しまして、初めて動きのイメージをね、連続的に映写することが可能になったわけです。まあ、当初はね、シャッターにつけられた糸がね、 馬が通過する際に切れていくわけでそれによってシャッターを動作させる仕組みでしたが、まあ、後にはね電磁シャッターを使うまでになりましたこの実験のおかげで写真家のマイブリッジはね一躍著名人の仲間入りを果たしたわけですが連続写真という写真実用化の突破口を開いた電気制御シャッターの開発者であった アイザックスはね、無名のまま終わったそうです。まあ、ともかく事実、こうした歴史に、えー、詳しいですね、えー、チェーラムっていう人の著作、映画の考古学、ね、フィルムアート社会から出ておりますけれどもね、えー、この本においてもマイブリッジの名はね、登場するもののアイザックスの名は全く出てきません。歴史というものはね、 えー、奇妙なものでもあり非常なものでもありますね。でエド・キャットムルチョピクサー流創造する力、ね、小さな可能性から大きな価値を生み出す方法によればルーカスの問題はねルーカスが CG の専門家たちをいわばアイザックスに,アイザックスに仕立て 自分たちがマイブリッジすなわち芸術家になろうとしていたことにあるというちょっと分かりづらいですねまあ要はねピクサーの前身だったルーカスフ・フィルムのグラフィックスグループはねテクノロジーとアートが融合されるどころかアート部門がテクノロジー部門をないがしろにするといった、まあ、風潮もあり 作品や製品作りにね支障をきたすこともあったらしいですね。えー、それでねスティーブ・ジョブズという支援者を得た,得たエド・キャットムルはその問題を重視しアーティストからの要求とプログラマーの提案が最良の形で融合しなければ最高の作品はできないことを前提に そのの改革に力を注いいだととうことのようですスティーブ・ジョブズにとってピクサーだからこそ学べた重要なことの一つがこの点にあったということでは、ね、ないでしょうかそしてそれはアップルにとっても重要なポイントである,であるということをね十分スティーブ・ジョブズは認識したに違いありません、えー、これまでね我々はスティーブ・ジョブズの言動を 常にアップルという視点から見てきましたアップルで彼は何をしてきたのかどのような製品をリリースしその経緯はどのようなものであったのかなどなどを追ってきたわけですね。しかしそうした視点だけではここにご紹介したねアップルユニバーシティの実施や、ねえー、2001年ニューヨークにおけるマックワールドエクスポの基調講演でスティーブ・ジョブズが発言した ね、えー、えー、テクノロジーとはいごめんなさいテクノロジーとリベラルアーツの交差点ねにいるといった、えー、意味はねなかなかつかめないと思います。 えー、ジョブズはアート表現に重点を置くピクサーという組織においてアップルでは得られない多くのことを学んだに違いなくそれらの成果をねアップルの経営にもフィードバックしたに違いありませんね、えー、ジョブズはエド・キャットムルによく言っていたといいますアップルの製品はどんなに素晴らしくとも最後は 埋め立て地に行く運命だけどピクサーの映画は永遠に生き続けるまあ当時の自分の立場をね、えー、正当化するための言葉ではあったんでしょうけどねそんなことを言ってますそして彼自身エンターテインメントがね自分の最も得意とする分野ではないことを自覚した上でね関わることができて幸運だったと思う。 言っていたそうですねスティーブ・ジョブズがねアップルに復帰しユーザーはもとより取り締役会などから CEO 就任希望があった時彼はね「私にはピクサーの CEO という職がある」と言って要請を断ってますね。結局暫定 CEO という形でしばらくの間舵取りをしていたもののねまあ私を含め多くの人たちはね かの彼の物言いには、ね、大いなる駆け引き奇弁というものを感じました正直言ってねしかし今は思いますとねある程度は本心だったのかもしれないとも思いますスティーブ・ジョブズにとってピクサーはね我々は感じてきた以上に大切な存在でありアップルと共にね彼の人生にとってどうでしょう 両輪だったのではないでしょうか、えー、そのねピクサー本社ビルはねスティーブ・ジョブズ逝去、えー、からですね亡くなってから1年と少し経った2012年11月5日、えー、ザ・スティーブ・ジョブズ・ビルディングと改名されましたまあジョブズの意思はね、えー、ピクサーという中でも生き続け ね、いろいろと変遷がありまして、えー、現在の形になって、えー、いますけれどもはい、えー、ジョブズにとってはですね、えー、結果的に大きな収穫があった、はいえー、時期だったんではないでしょうかねまあそれが、えー、後年ジョブズにね えー、アップルをクビになったことは、ね、生涯で一番良、ねえー、かったことだといったようなニュアンスのことを発言させたその原因だったんではないでしょうかね。はいというわけで、えー、今回はですね、えー、スティーブ・ジョブズの政治家庭に大きな影響を与えたピクサーを再評価しよう。ね というタイトルでお話を聞いていただきましたけれども皆さんはどうでしょうどうお考えになりますでしょうかではまたありがとうございました。